ダーハム・ホワイト・スティーブンスはアメリカ人の外交官。アメリカ合衆国の外交官として日本に滞在した。後に日本の外務省に勤め大韓帝国の外交顧問に任命された。日本の外務省では更新制編後の交渉や日牧修交通商条約締結に向けた交渉を補助した。新日的な言動が韓国系共同体の怒りを買い、 韓国系アメリカ人の暗殺者であるチョ、張筆都市官と多王運の襲撃により射殺された。これは、新官派の活動家による最初の政治的暗殺だった。スティーブンスは、アメリカのワシントン DC で生まれ育った。オハイオ州のオーバリン大学に、学部生として入学し、1871年に卒業。その後、ワシントンに戻り、 コロンビア大学とハワード大学で法律を学び、1873年にコロンビア特別区の弁護士会への入会を認められた。同期には、フロリダ州ジャックソンビル市で初の黒人弁護士となったジョセフ・イーリー、フランスのリヨンでアメリカ合衆国領事を務めたヘンリー・ワーグナー、南北戦争の最中から解放奴隷の教育を推進していた、ウィリアム・イー・マシューズ、 ノースカロライナ州発の黒人弁護士の一人、ジョン・エス・リアリー、後にエバレットの市長となった、J.H. スミス、ジョン・エーモスがいた。スティーブンスの職歴は1873年10月、国務省から始まった。当時のアメリカ大統領、ユリシーズ・グラントは彼を東京のアメリカ公使館の初期官に任命した。彼は当時の中日アメリカ公使ジョン・ビンガムの下で働いた。 スティーブンスは新たな立場を喜んで受け入れた。その理由の一つは彼が新たな言語を学ぶのを好んでいたからだ。彼はそれ以前にラテン語、ギリシア語、フランス語、ドイツ語を学んでいた。当初彼は講師官の3人しかいない職員の一人だった。彼は1883年7月まで書記官として勤務し、 1878年から1879年にかけてビンガム講師が一時帰国休暇で不在の間は臨時代理講師を務めた。初期官を退職した後、スティーブンスはアメリカに帰国した。1883年11月、スティーブンスはワシントンの日本講師館で英語の初期官として働くことになった。これは、 ビンガムが日本政府への影響力を有していたおかげだった。1884年、彼は日本の外務省で勤務するために東京へ行くように命じられた。1884から85年の冬、当時の外務卿であった井上薫に同行して朝鮮に渡り、朝鮮の日本人居留民が殺害された更新政変に関する交渉を補助した。この功績により、 彼は明治天皇より君三党旭日中受賞を授与された。1885から87年に開催された東京会議は西洋の国々が日本に押し付けた不平等条約の再交渉を目的としていた。スティーブンスはこの会議のプロトコルを担当する部署にいた。会議の後彼は公使館の名誉顧問の地位と共にワシントンに戻り当時在米公使だった。 宗光の下で働いた。スティーブンスはメキシコが死臭国との日牧州交通商条約締結に向けた交渉を補助した。この条約は日本が独立国として主権を行使する権利を認めた初の条約だった。日清戦争が開戦してすぐ、スティーブンスは雑誌ノースアメリカンレビューに記事を投稿した。その記事で彼は真の保守主義の腐敗が 朝鮮の発展を妨げたと断言し、真の朝鮮における影響力が減少しそれに応じて、日本の力が増大することで、朝鮮の社会的、商業的な改革につながるだろうと主張して、日清戦争を正当化しようと努めた。戦争中の業務が評価され、スティーブンスは、軍に東水報奨を授与された。彼は、日本の国益を代表して2回ハワイに行った。 一回目は1901年、二回目は1902年だった。彼はまた、日本政府からさらに二回勲章を授与された。三回目は、勲二等局日、重光明、つ四回目は1904年10月に、授与された、勲一等随法章だった。1904年8月22日に第一次、日韓協約が締結され、韓国は、日本政府の推薦する、 外国人1名を外交顧問に任命しなければならなくなった。中間アメリカ公使ホレース・アレンによる1901年の推薦に基づき、日本政府はスティーブンスを外交顧問に任命するよう、韓国政府に推薦した。1904年11月、彼は大韓帝国の外交顧問に任命された。韓国領事はハワイで任命されるべきだという要請を、彼は無視したが、 それにもかかわらず1905年、ホレース・アレンは彼をハワイザ島農園仕組合の会長、FM スワンジーに推薦した。スワンジーは、韓国人のハワイへの移民再開に関心があった。日本政府は、ハワイへの韓国人の移民を阻止しようとしており、スティーブンスにはそれを補助することを期待していた。だが、彼は当初移民再開を好意的に受け入れていた。 1905年中頃、スティーブンスとスワン・ジーは東京で数回この件について会合したが、結局スワン・ジーの努力は実らなかった。1905年後半にスティーブンスは日本にとって不愉快でない、または日本の威厳に影響しない方法で実行できるのであれば、日本はアメリカ合衆国への日本人移民流入を制限する法律の制定を歓迎し、 ハワイへの移住停止に賛成するだろうと声明を発表した。また、日本政府は代わりに移民を韓国、または中国東北部に定住させることを望んでいると述べた。大韓民国国家法訓ろによると、彼は公式には韓国政府に雇用されていたが、日本のプロパガンダを進めるために、日本から数万ドルを受け取り続けているとアメリカ人の間で言われていた。また、 2009年の韓国の新聞によると、スティーブンスは1908年に伊藤博文から米国での反日感情を眺めて、韓国支配の正当性を知らしめる任務を任されていた。1906年初頭、スティーブンスは韓国で働いていた日本人官僚、木内十四郎と日本が韓国を併合するまでにかかる期間について、賭けをした。木内は3年と予測し、 スティーブンスは5年と予測した。1910年半ばに韓国併合条約が調印されたので、スティーブンスの予測の方が正解に近かった。だが、彼は自らの予測が実現するのを見届けることはできなかった。1908年3月、スティーブンスはアメリカに戻り、ワシントン DC の家族のもとを訪れた。そして、彼の姉妹が、 ニュージャージー州のアトランティックシティに所有していた別荘で共に休暇を過ごした。彼は到着するとサンフランシスコの新聞のインタビューを受けた。その中で彼は韓国における日本の影響力と保護が強化されることで韓国の民衆は利益を得ており、また韓国は現状ではリベレーティットカントリーには当たらないと述べた。これらの声明は2つの韓国系共同体。 大道保国会と独立協会の怒りを買った。この二つの会は共同で会議を開催し、スティーブンスに何かすべきだと同意した。1908年3月22日、大道保国会と独立協会によって選出された4人の韓国系の男性は、スティーブンスが滞在していたサンフランシスコのフェアモントホテルで彼に話しかけた。4人のリーダー。 流暢な英語を話す R. リーという名の男性は、新聞の声明は本当にスティーブンスによるものなのか、日本人は韓国人を抹殺しようとしてはいないのか、スティーブンスに尋ねた。彼は二つの質問を肯定した。続けて、韓国から遠すぎるので政府の正確な状況がわからないのだろうとリーに告げた。これを聞いて、四人はスティーブンスを椅子で殴り倒し、彼は、 大理石の床で頭を撃った。スティーブンスは後退して壁を背にし救援の到着を待った。襲撃の後、リーはスティーブンスにこれ以上何もできないのが非常に残念だ、と述べたと報道された。翌日の3月23日、韓国系の移民である張飛都市館と多ウ,ウンはサンフランシスコ港でスティーブンスに接近し攻撃した。彼はフェリーで オークランドに駅電車に乗り換えるため乗船準備をしているところだった。タミオウンは回転式拳銃でスティーブンスを撃ったが当たらなかったので突撃して拳銃を鈍器として使い彼の顔を殴った。しかしタミオウンはすぐにスティーブンスに鎮圧された。超人士官も彼を殺害しようとしており、二人の戦いを見て乱闘の中へ向けて発砲した。 スティーブンスは背中を2回撃たれた。タミオウンも混乱の中で銃を撃った。集まった群衆は2人をその場で死刑にすべきだと主張した。超人士官は殺人罪で逮捕され、保釈なしで留置された。タミオウンははじめ入院し、後に法助犯として逮捕された。暗殺後の新聞のインタビューで、2人は暗殺について謝罪することはなく、スティーブンスを 韓国の裏切り者と称し、スティーブンスの計画によって数千人が死に追いやられたと述べた。銃弾の一つはスティーブンスの肺を貫通し、一つは素刑部に打ち込まれていた。だが、はじめ聖フランシス病院の外科医はスティーブンスが回復できるだろうと予測していた。襲撃された日の彼は、外見上は調子が良く、報道機関に明らかに、 学生先導者の小さな集団がサンフランシスコの内部及びその周辺で活動している。彼らは日本人が韓国を保護領にしている事実に憤慨しており、韓国のこの現状は私にいくらかの責任があると信じていると声明を出した。だが3月25日の朝、彼の容態は悪化し始めた。担当医はスティーブンスの傷に炎症の兆候を発見し、 麻酔をかけて18時に手術を開始した。その後、彼の意識が戻ることはなく、日本領事の小池張り作りが見守る、中23時に死亡した。セントジョンズ聖公会協会での葬儀の後、スティーブンスは、故郷のワシントン DC に埋葬された。棺の担ぎ手の中には、当時の国務長官、エリフルートがいた。日本の外交界や、 スティーブンスをよく知る韓国のアメリカ人宣教師の間では彼の暗殺のニュースは悲しみと共に受け止められた。当時の中日アメリカ大使トーマス・オブライエンは The most grief is expressed by everyone と述べ自身にとってスティーブンスは真の友であり有能な友人だったと付け加えたと報道された。イエール大学の教授ジョージ・トランブル・ラットは ニューヨークタイムズの編集者へ送った手紙の中で、この襲撃を卑劣で驚くほど残忍だと非難し、韓国人を、ブラッティ・レイスと呼んだ。また、ジョージ・ヒーバー・ジョーンズなど韓国での他の数件の暗殺とスティーブンスの件を比較して、韓国において政治的暗殺は孤立した出来事ではなく全く、キーではないのだと結論付け、この出来事から、 韓国人の性格と韓国の自治方法を正確に評価する上で有益な教訓を得られると述べた。一方、2009年の韓国の新聞では、当時のアメリカでは、蝶翡士官は愛国者の見本として報道されるなど、米国でも共感を得たと報道された。蝶翡士官と多明恩は、別個にスティーブンス殺害の裁判を受けたが、二人が共謀したという証拠は、 不十分だった。多名運はすぐに国訴を取り下げられた。韓国系共同体は、超人士官を弁護させるために三人の弁護士を雇った。その中の一人である、ネイサン・コフランは、最終的にこの件をプロボノとする、すなわち無償で弁護することに同意した。裁判の間、コフランは、アルトル・ショーペンハウアーのパトリオティック・インサニティの理論を用いて、心身喪失により、 無罪だと主張する計画を立てた。1908年12月23日、陪審員は、長秘都市官の罪状を、第二級謀殺とした。裁判で被告側は、被害者らが1905年、第二次日韓協約の際に告示を横断したと主張した。1909年に、韓国内外の韓国人から長秘都市官、多明恩に、義援金が送られている。後に、 韓国の記事はスティーブンスを韓国の裏切り者と記述し、飛都市官と多名運を愛国者、英雄であると表現した。2009年の新聞でも、スティーブンスは日本の役人よりも親日的だったとし、飛都市官と多名運は義士であり二人による暗殺は正当な理由で行われた義挙だと報道した。ありがとうございます。